ドランキング最下位、茨城県のローカルチェーン店が魅力的らしい。早速現地で聞き込み、最初に名前が挙がったのがクロンヌさんっていうお店があるんですけれども、有名っていうのはすごく聞きますね。あ、クロンヌだ。朝結構並んでること多いですね。クロンヌ？つくば市の店舗に行ってみると、朝9時半から行列ができていた。何の店なのか。焼きたてのパンを食べることができる。美味しいですよね、単純に。並んでまで食べたいと県民が詰めかけていたのはパン屋のチェーン。茨城県を中心に11店舗を展開している。県の名産、笠間の栗が入ったブリオッシュや、自家製明太バターを使ったイカスミ明太バター、扱うパンは100種類以上だ。休日におよそ4500個売り上げるこの店舗、売れ筋は一番人気のフランスパンのソーセージが入ったやつ。ソーセージフランスです。あの長い、あ、めっちゃ長い。長いですよ。究極のソーセージフランス324円。フランスパンに長さ40センチのソーセージが丸々1本。多い時で1日700本売れるという人気商品。デイデイスタッフが食べてみた。めっちゃあったかい。いただきます。周りのパンが結構パリパリしてるんですけど、それによって中のソーセージのなんか柔らかさが際立ってめちゃくちゃ美味しいです。ただこれだけでは一般的なパン屋と変わらないような。すると、30分の間に10回も焼きたてパンが運ばれてきた。そう、人気の秘密はいつ行っても焼きたてが買えるというところ。多くの人に焼きたてを届けたいという思いから、一度に30本焼けるところを、一度の本数を少なくし、その分焼く回数を増やしたというのだ。美味しいパンをこう美味しいタイミングで、そこが一番重要で、オープン前から閉店まで焼き続ける。焼く回数が増えれば作業も増える。厨房では多くの職人が立ち働いていた。それでも追いつかず、厨房が別の場所にもう一つ、両方で人もオーブンもフル回転だ。まあ、地域に追われるってことの追求のみだと思います。茨城